ドライバーの飛距離アップもすると体重をここに乗せていくっていう感覚になってくると、皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日はドライバーの飛距離のアップの方法、体重移動を使ってっていうとちょっと話したいと思いますね。クラブをこうやって左右に振っていく中で体重を利用してスイングしたいと、いうことで考えていくと、皆さんですね、持っている体重というものを誰でも持ってるわけですよ。体重少ない人もちろんいるかもしれない。でも視聴者さん方はね、どっちかというと体重ですね、この有り余る体重をどうやって扱えたらいいなと思っている人結構いるかなと思うので、そういう方特にですね、このクラブに乗せていくっていうね、そういう方法をちょっと解説したいんですけども、体重を乗せるという表現ね、非常に言い方で悪い。体重を乗せ続けてしまう、上からこのクラブの体重をクラブに体重をこうやって乗せていくみたいなイメージ、これ良くない。これをやると意外に飛ばないんですよね。なんでかっていうと、クラブと自分が同じ方向に動いてしまうからなんです。これになっている方はまず飛びませんから気をつけてください。なのでこの話を聞くと今までの感覚の逆転の発想になります。なのでぜひ最後まで見てください。そうすると自分の打ち方がもし間違っていたら、ここの感覚が変われば飛距離がぐっと伸びるかもしれないですね。これどういうことかというと、体重とクラブの動きは逆なんだということですね。これが今日のポイント、結論です。っていうのはどういうことかというと、構えてバックスイングをするときから切り返すときですね。切り返すときにまず大事になってくるのは踏み込むとき。このときにシャフトにまず力を伝える。で、このまま体重乗せちゃうとダメなんですよ。これを今度逆にしていくんです。見てください。左に踏み込んだ後、戻すっていう動作。これをちゃんとやらないとダメ。なので、左、右っていうこの左から右に入れ替わる感覚っていうのを何としても覚えたいんですよ。ね。これが今日のポイント。で、どういうふうにしてね、やったらいいのかというところで言うと、このように、これワンスピードっていうシャフトしなるクラブなんですけど、これで左右に振ってみてください。ずっと振っててください。いつ体重が左に移ってるかどうか分かりますか？この時左に移ってる。で、この右に残る時に、戻す時に、シャフトが逆にしなる。これが分かるんです。ってことは、ダウンスイングの時、踏み込む時こう。そして、入れ替わる時逆。しなって戻る。しなって戻る。このシャフトを使えるんですね。なので、左に一方通行でもないし、右に一方通行でもなくて、左に集めた体重を右に乗っ返していくときにシャフトがボヨンとしなるわけですよ。それがしなり戻りってやつ、逆しなりってやつですね。で、これためには左に集める量を増やした方がいいです。で、それを返すって感じ。踏み込んで返す、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 何回も練習してください。ね、こういうものでやればいいですね。踏み込んで返す、踏み込んで返す。で、そうすると手はどうです？返すときは左手は動いてないでしょ。みんなこうやっちゃうんですよ。で、こうやって手でぶつけながら体重左に乗せようとする。これをやめてください。踏み込んで返すときはこっちに入れ替わって体重がこっちになるので手もこっちに戻るんですよ。こういう形になります。なので頭の位置も見てください。後ろになりますよね。これがいわゆるビハインドザボール、ステイビハインドザボール、頭が後ろに残れというところになります。なのでボールを見ればいいというんじゃなくて、この体重を右から左に残すようなイメージっていうのがとても大切になってくるということですね。じゃあ具体的にこのシャフトの動きから実際ボールを打つ時にどういう練習したらいいか、ハーフショットで覚えてください。ハーフですよ、ここです。ハーフでこの動きをやるんです。で、まずめちゃめちゃ簡単にやってみると、小さいパッティングのような動きから始めてみましょうか。
例えばここのお腹にこうやってクラブを置いて、でシャフトのぐらいを持ってください。そして体重は右左右の順番、右左右で、まずスタートでクッとこう ちょっとこっちに移る、移って左、移ってから左、そしてまた右、極端にやってみます。右左右、この順番ですね。これ自分の中で、小さくやってください。するとほらこれがたわむでしょ。もう一回やります。右左右、こんな感じですね。右左右、まあ、もっと言うと左右左右ってこう4回で分けてもいいですね。左から右左右、左に反から反動をつけるときに右なんで、左右左右ってこうね4回に分けてもいいです、はい、もうちょっと言うと5回に分けてもいい。左右左右左でフィニッシュね。だんだん分かんなくなるね。でも常に逆なんだってことね。逆右左逆右逆、そしてフィニッシュも逆ですね。クラブが後ろ行くんで自分が前だから、ね、こういうふうに常に逆なんですよ。こっち逆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 ね。そうすると、体重とクラブが常に逆だからしなるんですよ。これが体重を乗せるの、ここのこの部分ですね。グリップ部分、グリップ部分の体重を乗せるってこと。ここを乗せる体重、ここの体に体重を乗せるんじゃないですよ。体重をここに乗せていくっていう感覚になってくると、ってことは逆なんですね。逆逆逆、ここの部分のエリアのに自分の体重100キロ700キロ、ね、70キロ70キロ乗せていく。だからここら辺のしなりっていうのが重要になってくるんですね。それでハーフショットやってみます。分かってきたらこれを少し離してハーフショットいきます。左右左右、まあもっと左でもいいですけど、まあ、このハーフショットでここで終わりですね。左右左右、スローでいきます。左右左右左で、この流れを作っていって徐々に最後までいくという感じですね。すると左右左右と、こんな感じですね。もう一回左右左右と、そうすると自分の体重を乗せながら、でも同じ方向じゃなくて後ろ側に乗せながら、後ろ側に乗せながら、クラブの常に後ろにいる状態で体重を乗せていくような、そんなイメージになってきますね。これをちょっとイメージしてみてください。初め小さくから、初め小さくから体重が逆逆逆、どこで力を入れたらいいかというイメージが湧いてくると思いますので、それでやっていくとヘッドスピードが上がってきます。じゃあそこら辺でまとめてやってみます。まずは左右にこういうふうに乗せて、頭と逆逆、体重が打つときは左右左右、ここだけ意識して徐々に大きくしていくと。ということでですね、今日はドライバーの飛距離アップの方を、体重を乗せる、ね、シャフトのしなりを使うということになってくると思うんだけれども、飛距離アップのためにですね、体重を乗せていきたいという方、逆なんだと、乗せたい方向に行く、スピードを出したい方向に乗せるんじゃなくて、その逆方向に乗せることによってクラブが走るという、この盲点、ここを覚えてください。そうすることで自分の体重がこっちに移るときにクラブが走ると、そうするとシャフトがしなるというところをちゃんと覚えていただくと距離が伸びるんで、ぜひやってみてください。
ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験、27年のレッスン経験を毎日 YouTube でアップしています。ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。あと、2022年7月に私のレッスン本が出版されます。ぜひともこの27年間の私のレッスン経験をすべて載せた、僕の思いがすべて詰まった本、これを購入してですね、YouTube とともに勉強してみてください。ぜひともよろしくお願いいたします。それでは今日はこのようでおります。さよなら。最後までご視聴ありがとうございます。カラダゴルフからお知らせです。カラダゴルフではメールマガジン毎週月曜日発行しております。カラダゴルフから毎週レッスン書が届き、 YouTube の動画の復習、そして圧倒的情報量、それは動画へも文章です。ぜひともですね、メールマガ登録よろしくお願いします。登録はウェブか概要欄、登録は初月無料お試し期間です。ぜひとも登録よろしくお願いいたします。